ワローズマスコットとして1994年4月9日対阪神タイガース戦で初出場を遂げ、2022年8月5日対読売ジャイアンツ戦におきまして史上1度目の通算2000試合を達成し、本年デビュー30周年を迎えました。本日はその偉業を称え、12球団マスコットで唯一ユニフォームを着ていないつば九郎に、東京ヤクルトスワローズ選手会より30年で初となるホームユニフォームを贈呈いたします。プレゼンターは川端慎吾選手です。Thank you.
残っていただき、ご支援いただき、本当にありがとうございました。